すごい、まだハッピーバースデーなんだね。すごい気分は誕生日ですね毎日。やっほー、おはようございます、長野みやびです、よろしくね。ハート、白熊さん、ゆうさん、あ、ゆうさん2種類ありがとう、おはよう。ちょっと朝だからあんまり大きい声出ないかもしれないけど、すごいあれですね、前髪全然セットしてなくてあれかも。仕事なんで無音で見てる。ありがとう、おはようございます。皆さんいかがお過ごしですか。朝は無理せず。髪いい感じ、え、本当、切ったらってことね、なるほどね、そっちね。みやびちゃん声もかわいい、おー、よかった。そう、化粧はねちょっとしたんですけどね、もうそうなんですよ、髪の毛のセットがまだ終わってなくて、通学中、あら頑張れー、勉強頑張ん、何時までできそうですか。ね、ちょっとそう、本当は7時半。全然回ってないね、7時半からしたかったんですけど、そう、ちょっと8時からになっちゃったので用意してたら、そうですね、15分の表示出たらかな、20分までかな。今日もリハーサルじゃないよ、リハじゃない。いつちよさん、おはよう、ありがとう、おはようじゃないや、かわいい、ありがとう。リハじゃないですね、そう、お撮影をしていきますわ、頑張ります。そんな毎日ねリハしてるわけじゃないからね、お仕事中だからラジオにして聞いてるね、あ、ありがとう。そう、ぜひお仕事の方はね、ラジオ感覚で聞いてください。そんなめちゃくちゃ期待するものじゃないですよ、全然。こんな早く配信してたんだ、してるの、あ、リコちゃん久しぶり、お話し会、お話し会じゃない、おしゃべり会以来だ、髪切ったの似合ってる。嬉しい、そう、急に配信始めてびっくりした、告知はしてたよ、タイムテーブルも入れときましたよ、チェックしてね。カーンさん、ありがとう、シナモロールとポムちゃんとクロミちゃん。私今日はお休みなので大丈夫、あ、たくさん話せますね。そう、でも20分まで、そう、間に合うかな、そう、今高速回転って感じですね、頭。夜は配信ない、今日、おはよう、おはよう、初見だ、ありがとう、大丈夫。そう、間に合うっちゃ間に合うけど、スーパースピードって感じですね。バンバンバンさん、ありがとう、かわいい。朝食はご飯派はパン派、どうで、どっちですか。ご飯、ご飯だよ。無理しないでね、ありがとう、大丈夫。そう、起床はもうほぼ終えたんで、そう、大丈夫。朝はバナナ食べた、おー、いいね。ね、バナナね、私も最近ねちょっとハマってるんですよね、腹持ちいいし、そう、ね、楽だよね、なんかパッて食べれちゃうから。ラナシンさん、ありがとう、マジも
もう出るだけ、いやちょっと準備しなきゃって感じですね。そう、準備が終わってないですね。まとめられてない荷物を、化粧道具とかそのままにしちゃったファイト、ありがとう、頑張るね水千代さんそう、あでも15分になったらシールは開けようかなって思ってます。そう、表示が出たら何日連続っていうやつが出たらシール開けようかなって思ってます。遅れませながらお誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとう、オッケー、よろしくです。ちいかわにしようかな、なんかかぶりが多い。そう、昨日もねテクテクテクのやつ、そう多分かぶってたと思うんで、そうそうなんですよ。だからちいかわにしようかなって思ってます。もう今から見てる、あなんか一番下のカードがいい感じの形をしてる気がするって感じですね。今通学の電車の中で見てます。お気をつけて、電車ぶつからないようにね頑張れ、私もこの後頑張ってきます。えいえい、おまあ朝納豆ご飯いいね、好きですよ私も。出勤するギリギリシール、ギリギリシールまで見て出るか、それが問題。あら、じゃあちょっと早めにします、14分に開けようか、ナウお願いします。その時はそのたまに来る点点点って何、弾かれちゃってるのコメント。少し寒くなるみたいだから気をつけてくださいな。あ、らしいですよね、なんかね天気は良さげだけど寒くなるらしいんで、みんなも気をつけて。カナリアさんありがとう、ポムちゃんとシナモロールとクロミちゃんありがとうございます。ナウありがとうまだまだですね、10分にもなってないから。みやびちゃんのアクリルカレンダー注文した、ありがとうございます。一家に一人長野みやびを。東京は昨日より7度も下がってる、大変ね、すごい寒暖差でね、なんかアレルギーとか出る人いるらしいから気をつけてください。博士くんさんありがとう、ポムちゃんとシナモロールとクロミちゃんノーコメントでたまに送信ボタン押しちゃうと点点点ってなっちゃうみたい。あ、そうなんだ、へえ、初めて知った、そういうことね、なんか星になっちゃってるみたいな感じかと思ってた。へえ、みやびちゃんも体調気をつけて、大丈夫ですよ全然、超元気めちゃくちゃ元気で元気です。そろそろ仕事行ってきます、行ってらっしゃい、行ってら、頑張頑張おはようおはよう、おはようございます。ね、朝ね、そう私結構夜型の人間なので朝ね結構厳しいですねよくポケットに入れながら聞いてる、勝手に点点点コメントが打たれる。あ、なるほどね、おお、そういうこと、確かに誤作動とかあるかもね。お約束通りの8時から配信で、そうです7時半にしようか迷ったけど
準備してたら8時になっちゃいました。今日仕事休みになった。おー、いいじゃんいいじゃん、楽しみなさいお休みを。今通勤しながら聞いてる。おー嬉しい、ラジオ感覚で聞いてる方が多くてなんか嬉しいですありがとう鈴鹿ちゃん、お誕生日おめでとう。あ、ありがとうございます。初めて参加します。本当だ、ありがとう初見仕事前にみやびちゃん見れるの嬉しい。あら、それじゃあ朝配信あれですね、またやろうかな島風さんハートありがとうございますおはよう、おはよう、おはいいね、ありがとう。水千代さん、黒熊さん、ありがとうございます。ポムちゃんふふ、朝のみやびちゃんかわいい。朝のなんですか、のなの朝もーにして。でもそう、前髪ノーセットなんですけど、そう、あのおんまゆになってなくて逆にいいかもしれない。そう、あの寝癖とかついてないし、いい感じかも。なんかね、ここのね、切ったはずの毛がね、こっち側に行ってるのが気に食わないんですけど、まあ合流してるからいいかなって感じ。いい感じ？お、よかった。そう、これ以上巻いたらね、多分不自然な笑い方したら、そう、あの眉毛が見えちゃうと思うんだよねって感じですね。前髪にはうるさいんで私おんまゆ、そう、おんまゆはね避けましょう。でもなんか今日前髪がねすごい薄いんですよね、シースルーにしてないのに朝も昼も夜も可愛いよ。120点ですともちゃん、あら可愛い、ありがとうイエーイうん、9月23日パジェドラ公演で見ました。お、どうでしたか。ありがとうございます。カオさん、ありがとうございます。ハート、どうもちなみにオンライン握手会受付中です。オンラインで話しませんかやろー。白熊さん、結婚してどうも、夢の中でねおはよう、好きすごい簡潔でいいですね、私も好きよ14分、じゃあシール開けていきましょうか。今日は4日じゃないや、2、3、あ、でもこれでいいかな、よし、はい、これです。何が出るかな。あ、かぶりの予感がする。かぶった。はい、でも可愛いからよし。8割れですね。オンラインで契約できるかい？できないと思うの？8割れ。今日もなんとかなれー。なんとかなれー。裏はね、キャラクター紹介、報酬、草むしりなどでもらえる。です。って感じですね。これもね、キラキラしてるんですよ。あんまわかんないけど、そう、こうやって斜めにしたりするとたまに、あ、これならわかるかも、そう、反射するんですよ、反射じゃないや、そう、キラキラするんですよ、かわいいよねって感じでした。ありがとうございました。よしよし、あ、これ私が開けたシールの束の表紙と同じシールですね。
ということで109日です。ありがとう、ありがとうございます。なかなか新しいの出ないね。出ないね。なんか最初はねスラスラというかポンポン新しいの出てたけど、でも50種ありますからね。でも半分ぐらいは出たんじゃないかな。マルキュー、ほんとだ。白熊さんありがとうございます。シナモロールとポムちゃんありがとう。あとクロミちゃんもありがとうございます。マルキューありがとうございますの寿司ありがとう。ということで15分も過ぎたので、ちょっと準備が全然できてないのでごめん、壇上読みますちょっと遅刻はねしないんですけど、ごめんね。そう、準備が全然にできてないので。13位はエレメントさんです。12位はケイミガンズさんです。11位博士くんさんです。10位は黒熊さんです。9位伊豆千代さんです。8位星さんです。7位ラナシンさんです。6位 AT6 さんです。5位はユウさんです。4位はピアニッシモさんです。3位はチェ・ジンヨウさんです。2位は白熊さんです。そして1位はバン、カナリアさんでした。おめでとうございます。ということで書きます、書きますね。おめでとう1位、おめでとうございます。初の1位ですか。何にしようかな。動物、なんか昨日鳥ってコメント来てました。あ、でも鳥描いたっけ。好きな動物何、みんな。クジラ、クジラでもなちょっと似てるからな。うーん、馬、あー馬、コアラ、あコアラいいね。コアラにしよう。コアラ寿司を書きます。え、コアラ、うーん、なんかすごいコアラって尻尾あったっけ、なんかピョンってしたやつ。わ、絶対違うわこれ。すごい、なんかポケモンにいそう。ピョンってしたやつ。あ、なるほどね。1,2,3,4,5,6、多分違う尻尾も描いちゃったな。よし、ゲットだぜ。そうね、はい、とりあえずおめでとうございます。多分初であろう1位、おめでとう。クマちゃうわ寿司コアラです。まあとりあえずね、皆さんお祝いのほどをおめでとうございます1位。
でこんな感じですね。寿司コアラ、木、あ、そう、もうこれは木ですね。これは木ですよ。捕まってる感じですね。コアラです。なんか耳とかも違いますよね。なんかもうちょっとここら辺じゃなかったっけ。握力すごそう。握力すごいと思う。多分もう片手だけでやってるもんって感じでした。おめでとう。それじゃあ壇上に上がってる皆さんもおめでとうございました。見てくれた方もありがとう。誕生日おめでとう。ありがとうございます。お疲れ様。今日も一日頑張ってね。頑張るぞい。ファイト。ありがとう、いずちよさん。それじゃあありがとうございました。準備してきます。みんなもお仕事頑張って、いってらっしゃい。またねー。